私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。キンプリの平野紫耀がパジャマ姿で CDTV に出演？ファンがざわつき、トレンド入り。キング&プリンスへのみんなは何が描けないの？平野紫耀の正直すぎる答えに批判殺到。深夜1時のリハーサル中にハプニング、夏はルールに行けていないので思い出になりそうです、と笑顔で語った。ファンたちがこぞって調べたところによると、平野さんの着用していた衣装はバランティーノ上のパジャマシャツなるものらしい。公式サイトにはシルク製でお値段はなんと23万1000円とある。本当にパジャマだったとは。でもかっこいいよね。何を着てもかっこいいっていう証明になってしまった。と、翔さんの声も多く上がっていた。バランティーノ上の商品紹介ページには、パジャマシャツの上からコートを羽織っているコーディネートもある。パジャマ兼普段着として使えるということなのだろうか。パジャマシャツをさらりと着こなしてしまう平野さんは、さすがとしか言いようがない。ちなみに平野さんのパジャマ以外にも岸くん前髪や黒髪、永瀬廉さんと平野さんも同じくトレンド入り。ネット上では前髪と黒髪に並んでパジャマがトレンド入りしてるって不思議という困惑の声も聞かれたが、改めてキンプリ人気の凄さを感じる結果だったと言えるだろう。まる結局何を着てもかっこよく決まってしまうキンプリ平野さん。話題となった平野さんの衣装とは、ブラウンを基調としたモノグラム柄のシャツだ。襟や袖口には白いパイピングが施されているせいか、確かに一見パジャマに見えなくもない。ツイッターでは、一人だけパジャマ着てない？寝坊かと思ったと困惑するファンが続出。9月5日放送の CDTV ライブにキング・リンチェ・プリンス登場したた。一番お披露した際の平野紫耀さんの衣装がパジャマに見えると話題になりトレンド入りしたという。果たして本当にパジャマだったのか詳しく見ていこう。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。キング&プリンスへの平野紫耀は深夜1時のリハーサルでこの夏はルールとかいけていないので思い出になりますと笑顔。VTR のちには同日午前1時に行われたリハーサル中のハプニングの話になり、その当時の映像が流れた。リハ中、軽やかにメンバーが水上で歌い始めたかと思うと、数秒後に平野が足元を滑らせ、派手に転倒。水面に両手と膝をついてずぶ濡れとなった。メンバーが、おーい、しよう。早いって、と口々に声を上げ平野はバカ滑る。バカ滑る、と目を白黒。なんで深夜1時にこんな濡れなきゃいけないんだ、よと嘆いた。VTR 終わりに、スタジオの水占いやさみやなから、当時の状況を問われると、平野は、夏、ルールとかいけてないので、思い出作っていただいてすごく気持ちよかったです。と、ポジティブに笑顔で振り返った。その後、TikTok で総再生数十億回突破したという人気曲、一番、を生披露した。メンバーがスタジオに登場すると、同日朝に収録されたこの発売の新曲、トレーストレースのパフォーマンス VTR が放送された。途中から足元に水が溜められたスタジオセットで踊りながら歌う形式となり、メンバーが動くたびに水しぶきが舞い上がる演出だった。人気アイドルグループ、KING&PRINCE が14日、日本テレビ系朝の情報番組、ZIP に生出演。メンバーの平野紫耀が午前1時に起こしたハプニングが明かされ、注目が集まった。またはその他のニュース。キング&プリンス全員が描けないものは？平野紫耀の正直すぎる答えに拍手喝采が起こった。菱形キング、リンチェプリンス、地図チャレンジチャレンジ。同番組では、〇〇なグループだ。と題し知られざる魅力を伝える企画で神宮寺勇太がメンバー、全員日本地図が描けないグループだ。と告白。グループが全国ツアー中ということもあり、
実際にフリップで日本地図を描き、今後回る予定の宮城県、福岡県、愛知県を書き込むこととなった。神宮寺、長瀬門と披露していくと、平野がだんだん曇った表情に。フリップを見せると、なぜか福岡県の上に宮城県があり、四国地方もない状態に。四国地方は書き忘れです。と言い訳をするも共演者が気になるのは宮城県の位置。松田丈志から、球場と宮崎を間違えたんじゃないですか?とフォローが入るもいや、ちゃんと。と宮城県を認識した上でその位置に書いたと素直な回答が。違うよね?間違えただけだよね?とツッコミを受け最終的にはそうですそうです。と笑いながら返していた。その後、高橋も中国地方が本島から分かれていたり、岸も北海道と東京以外の県の場所が分かっておらず、加藤と次に出演した時にリベンジを果たすことを約束していた。キング・リン・チェプリンス14日日本テレビ系情報番組スッキリに生出演出演。全員描けないものを告白した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。